ドジャースの大谷選手、山本由伸投手は、敵地でのナショナルズ戦に出場し、山本由伸投手が6回を投げて、無失点で7奪三振を記録し、今シーズン2勝目を挙げました。ナショナルズの先発は、防御率 3.60 のマッケンジー・ゴアでした。大谷選手の初打席では、ゴア投手が 158km の高めのボール球を投じ、3球目での三振でした。3回無二塁の第2打席では、フルカウントからのボール球に手を出し、2打席連続の空振り、三振となりました。5回1失1、3塁の3打席目では、初球のスライダーを追って、セカンドゴロダブルプレーになりました。大谷選手の全力疾走は3秒75でしたが、1塁に到達することはできませんでした。8回無二塁の第4打席では、ナショナルズ投手がフリーマンに、フォーシームを投じ、内角に詰まったボールをレフト前に打たれ、タイムリーな2点を許しました。この日の大谷選手は4打数無安打で、打率は3割5分8厘となりました。また、連続試合出塁も21でストップしました。一方、山本由伸投手は、ベテラン捕手がバーンズと組んで、初回に、オリックス時代の同僚、3番メネセスを、低めなフォーシームで見逃し、三振を奪いました。この日は、主審が、低めのストライクを取ってくれたこともあり、山本由伸投手の回答が期待されました。3、4回は、ランナー2塁のピンチを背負いながらも、粘り強い投球を見せ、スコアボードには0を並べました。そして、1点リードで迎えた5回、この日一番の歓声が起こった瞬間がありました。7番ロサリオが放った痛烈な打球が、山本由伸投手の近くに飛んできました。あわや大事故となるかと思われましたが、山本投手は、巧みに身をかわし、グラブを伸ばして打球をキャッチし、転倒しながらもボールを離しませんでした。この捕球を確認すると、ナショナルズファンから、大きな拍手が沸き起こりました。デーブ・ロバーツ監督やトレーナー、通訳のウィル・アイアトンが駆け寄りましたが、その後も山本投手は後続を連続三振に切り、勝利投手の権利を手にしました。この素晴らしいキャッチに地元の放送局、スポーツネットロサンゼルスの実況スティーブン・ネルソン氏も、山本由伸投手の危ないラインドライブが当たるところでした。一息つかせるために監督が出てきたと実況し、さらに、オリックス時代の3年連続ゴールデングラブ賞を持つことを知り、彼の最高の守備力に感嘆していました。また、米メリーランド州の地元局 MASN では、実況のダン・コルコ氏が、驚きながらも、山本がこの打球を取ったことについて言及し、ミサイルが頭部に直撃しそうだったが、それを補給してしまった。直撃しなくてよかったと、驚嘆の様子を伝えました。そして、6回、わずか1点リードの場面で、2-1、2塁のピンチを背負いながらも、山本は、5番クルーズを内野ゴロに打ち取り、その日の投手としては、6回を4安打無失点、7奪三振1四球という好投を見せました。ドジャースは、テオスカー・ヘルナンデスの先制ホームランと、8回のフリーマンのタイムリーで、2対1の激戦を制しました。山本由伸投手は、この試合でメジャー2勝目を挙げ、2試合連続のクオリティスタートを達成しました。防御率は 3.54 で、WHIP は 1.07。28イニングを投げて、37奪三振と6四球を記録しました。メジャーでの苦戦を克服しつつ、徐々に適応し、素晴らしい成績を残しています。米紙ロサンゼルスタイムスの敏腕記者ハワード・コール氏は、メジャー初登板の2回以降、山本の防御率が 2.00 であることを指摘しました。開幕2戦目のサンディエゴ・パドレス戦での敗戦から立て直し、2度目の先発登板となったカーディナルス戦では、わずか7失点、自責点は6に抑えるなど、2戦目以降の素晴らしい成績を紹介しました。この日、ベテラン捕手のバーンズのフレーミングも光り、97球中70球がストライクで、約 72% という見事な投球を導きました。
バーンズの的確なフレーミングにファンからも称賛の声が上がりました。試合後、山本由伸投手は自らの投球を振り返り、コントロールには特に気を配りました。変化球もストライクゾーンに投げられたので、ストレートも良いコースを狙ってピッチングできましたと納得の表情で述べました。また候補したピッチャー返しの場面について、振り返ってみるとボールが目の前にあったのでたまたま反応できましたと話しました。しかし直後のマウンドでの会話については、いや言えないような内容でしたと笑いながらはっきりとは明かしませんでした。ロバーツ監督は山本投手のフォーシームの効果的な仕様と制球の良さに言及し、先行するストライクを多く投げ、三振も獲得してくれた。長い回を投げてくれたし、特に変化球、特にカーブとスプリットは素晴らしかった。全体的に見て、これまでの最高の登板だったと思います。ここ2試合はどちらも良かったね、と称賛しました。続けて、強烈なピッチャー返しを受けた場面について、死ぬかと思ったと言っていたようだが、笑いを誘い、面白かったね、と述べました。先発イニングの間にユーモアを交えて、気持ちをリセットできたことは、良かったと笑顔で称賛しました。また、捕手を務めたバーンズは今までで、最高の投球だったとコメントし、特に速球が良かった。内外にバシバシ決めていた。カーブも良かったし、スプリットも決め球だけど、今日は速球が最も重要だったと述べました。ブルペンから見て良かったと絶賛し、5回の強烈なピッチャー返しをキャッチした場面について、まるで銃撃のようだったよ。怖い瞬間だったとコメントしました。さらに、9回を締めた守護神フィリップス投手は、山本由伸投手の投球について、マウンドに上がるたびに、見事な投球を披露してくれる。毎回結果がついてくるわけではないが、彼の今日の投球を見ていれば、彼の契約はふさわしいことがわかる。チームに来てくれて嬉しいし、今後が楽しみとコメントしました。ナショナルズのマルティネス監督は、低めに球を集めていた山本投手の投球について、彼はいいものを持っているし、緩急も使っていた。生き生きしていたし、よく投げていたと思うと称賛しました。この日、快投を見せた山本投手は、バーンズと組んでいました。しかし、正捕手スミスとの違いについて聞かれると、バーンズは、スミスも、私に、たくさんコミュニケーションを取ってくれましたし、前回の登板後も、アドバイスをたくさんくれました。それを、今日のピッチングにも活かせましたと述べ、両捕手に感謝しました。どちらの捕手とも組むことがあるので、たくさん学びながら、ピッチングできていると思いますと、両捕手を称える素晴らしい回答も見せました。25歳でありながら、このような気遣いができることが、山本由伸投手がみんなから愛される要因の一つであるでしょう。日本で無類の投球を見せていましたが、メジャーで徐々に適応している彼の最大の武器である。縦に割れるカーブの誕生秘話をご紹介します。山本投手が持つ球種の中で最も注目されているのが、打者の手元で加速するように鋭く落ちる縦のカーブです。この魔球に熱視線が注がれています。投球分析家のロブ・フリードマン氏は、2023年の WBC の時から注目しており、その落差の大きさを称賛しています。山本由伸投手にとってカーブは人生で初めて挑戦した内緒の球種でした。岡山県備前市立印部小学校1年時に伊部パワフルズで野球を始めた山本投手は、当初は捕手や二塁手を守っていました。しかし練習の合間に投手役を任されるタイミングがあり、その際に遊び心で投じたのがカーブでした。当時投手が主なポジションではなかった山本投手は、小学生の頃は肩や肘に影響があってはいけないとして投げることが禁止されていました。しかし魔球の誕生について懐かしみを込めた笑顔で説明し、変化球で最初に覚えたのがカーブです。みんなそうじゃないですか。子供は
何か変化球を投げたいと憧れますよね、と話しました。7歳だった頃、禁止されていたカーブは当初、グラウンドでは披露されませんでした。しかし、庭や公園でゴムボールを使って、仲間たちと野球を楽しみながら、変化量の調整や軌道を読むことを学びました。19年が経った今でも、握りや投げ方は変わっていないと語り、少年時代の遊び心から生まれた魔球カーブは、今ではメジャー相手に一番通用する武器となっています。いかがだったでしょうか？最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか？前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。